皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、アラフラカワイルナのアスカカマイフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は初心者の方でデレウェヒやウェヒがうまくいかないという方に向けてお話ししたいと思います。踊りの中でウェヒやレレウェヒが出てきた時にうまくいかないという方、今回必見です。ポイントはかかとにあります。踊りの中でレレウェヒやウェヒが出てきた時にうまくいかないなという方は、かかとに注目しながら練習するといいかなと思います。で、このレレウェヒやウェヒの場合、かかとは片方のかかとを使うタイミングと両方のかかとを使うタイミングというのがあります。その片方を使うタイミング、両方を使うタイミングをしっかりと使い分けることができたら苦手意識がなくなると思うので、今回はその点について詳しく説明していきます。ウェヒは打ててのリズムで作ります。で、ウのタイミングに片方のかかとをつきます。で、次のテテが両かかとを使うタイミングです。初めの手で両方のかかとを上げて、次の手で両方のかかとを下ろします。で、最後重心移動です。打てて、打てて、打てて、打てて。練習し始めた頃、コツがつかみにくい場合は自分で心の中で片足両足、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 このように言いながらすると失敗しにくいと思います。では後ろ向きでいきますね。3、はい、片足両足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 、打ってって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 。今から悪い例をします。悪い例というのは、両方のかかとで降りるときに片方のかかとで降りてしまっているというような例になります。では行きますね。打ってって、打ってって、打ってって、打ってって。正しい例と悪い例を見比べてみましょう。説明の時にやっていた正しい例の方はスムーズにウェヒができていたと思います。で、それに対して悪い例の方はもう途中で足がこんがらがったような踏み方になっていたと思います。このようにレレウェヒやウェヒはかかとを、片方のかかとを使うタイミングと両方のかかとを使うタイミングをしっかり使い分けながら踏む練習をすると、安定してスムーズに踏むことができます。ぜひ練習に取り入れてみてください。今日は初心者の方に向けてレレウェヒやウェヒの練習方法について説明しました。ポイントはレレウェヒやウェヒをうまく踏むにはかかとに注目して練習するです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。